どうもー、鳥の爪団外です。今回もデッドバイデイライトの方やっていきましょう。 PS4 版にもアップデートが来まして、こちらクラウンの方がねようやく、買えるようになりました。いやー、待ちに待ったわまあね、俺の動画をねよく見てくれてる方は知ってるかと思うんですけども、ピエロが出てくるホラーゲームとかね、クラウンが出てくるホラーゲームみたいのとかを再生リストとかでまとめるぐらい多く実況してるんですよねまあそんなこともあって非常にねこのクラウン待ちに待ったんですよ。足が遅くなっちゃうね、めぐちゃんねってことで今回存分にこちらのクラウン使って遊んでいきたいと思います。どこに吊るすのがいいんだろう。今入ってきたところはここか。ここを出て、そこ釣れるかな？間に合うよね。よし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 。で、今回は、パーク結構ね、固めてきました。頑張った。ささやき、イタチが飛び出した破滅に野蛮な力という感じの構成になってます。発電機めっちゃ蹴る芸人って感じかな。そうね、いるね。目がね、いるね。フックに吊るした後、このイタチが飛び出したの効果で 20% ね、削ることができると、発電機をね。で、さらに PS4 版にもアップデートが来たということで、野蛮な力が、発電機をね、蹴るスピードがさらにアップしました。これなかなかいいっすよね。めぐちゃん当たらなかったか？どっち行ったん？あ、下降りちゃうのね。下空いてないんじゃないのそれ。ね、下空いてない。こんにちは後ろを見ないとダメだよ、後方不注意。事故の原因だわそれ。で、階段上に1個フックがあるよね。そこかけちゃうね、めぐちゃんね。2回目。2回あちょ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 、危な危な危な、めぐちゃん2回目だよ。で、これでイタチが飛び出しちゃうからね、めぐちゃんね。どっか発電機蹴りに行こうぜ。発電機めっちゃ蹴りたい芸人だからで、今回ね、さらにね、スキンの方をね追加で、まあ無課金で買えるようなものなんですけども買いまして、そちらなんですが、こう緑色の、ね、衣装になってるんですよね。で、そのね緑色の衣装の見た目がめちゃめちゃスイカスイカなのよ、本当に。あら、間に合った。で、めぐちゃんがまたいたよね。どこ行った？いや、ちょっと一回戻るか。あの子、救出されると若干厄介だし。一回戻りましょう。そこは発電機はいじってない。あ、ルイン、あそこにあるのね。あ、救出される。で、あ、いた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 。めぐちゃん！間に合わなかったね。残念でした。あ、ちょっと待って。これ今回、ウルトラメメントモリ持ってきてなかったっけ？スイカ割りしたいんで、スイカ側がスイカ割りするんだよ。足で踏みつけちゃってね、ちょっと美味しそうな指だからスイカ側が食べちゃう。スイカ側が食べちゃう。ちょっとペロッつってコレクションに加えちゃおうね、言うていや、ウルトラメメントモリ持ってきてんだ。そうだそうだ、危うく忘れるところでした。デッドバイデイライトでこうピエロの殺人鬼は一体いつ来るんだみたいな感じで結構待ってた方多かったと思うんですけども、さらに俺の場合ね PS4 でプレイしてるので待ちましたからね、楽しくてしょうがないね。さあ、上が今作られたみたいだけども、どういった？一応ささやいてるから近くにはいるみたいだけど、下降りちゃったかな。そこの発電機はいじってないみたいだもんね。ちょっとルイン壊されると嫌だし、ちょっとそっち側意識しよう。あ、いた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 。そこ。あ、ちょっと大きすぎた。メガネ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 。どっち側に逃げる？そうだよね。そっち側にしか逃げられないもんね。でもね、そっち、そんなにもう逃げ道ないよ。楽しいね、メガネね。あそこにあるんだ。そこ釣っちゃおうかな。あー、でもそっち側の方が近いか。そっち釣っちゃうかな。発電機は家の方とかやってそうだな。一回リロードして見に行こうかな。まだでも1回目だもんな。全員1回釣れてればメメント盛りできるんだけども。あー、やっぱやってますね。いたんだいたんだ。ちょっと1回発電機蹴りたい芸人だから、いた土飛び出しちゃうからね、びっくりだよっつって。で、近くに
いるのが、メガネの方に流れたかな。あー、行っちゃったね。ほい。はい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 。モーレルちゃん、よーし、遊びましょう。待って待って。あー、そっち、そっちか。そこか。いやー、厄介だね。いい逃げ方する。あー、こんにちは。こんにちは。よっ、よっしゃ、間に合った。オッケー。で、これもフックに釣れば、これで1回目だね。メガネとモレルが1回ずつ釣ってるから、次ダウン取っちゃえば、もうメメントモリですね。さあ、釣っていくぜ。発電機蹴っちゃうぜ。どんどん交代だ。いや、この野蛮な力でね、蹴るの早いし、楽しいね。なんか、オーバーチャージだっけ、あれとかもつけたら、さらにこう、発電機蹴るの楽しくなりそうですけども。そればっかりに特化してんのもなんか弱そうだけど。あ、やってんね。メガネじゃない、メガネじゃない。メグメグ。メグメグ。あ、それは間に合わない。はいはいはい、そこを封じて。で、下も。じゃあどう出る、どう出る、どっち行った。あ、うまいこといく、うまいこといく。封じたところ全部かわして、よいしょ。あー、当たってない、ギリ当たってない。いやー、やっぱこの投げるの待った練習必要だね。まだまだ全然練習が必要。待って待って、よいしょ。あ、この子何、ストライクとか持ってんの、もしかして。オブジションついてるもんね。リロードしよう。いやー、一番厄介なプレイヤーかもしれないな、あのメグちゃんが。強いかも。でも一回は釣りたいんだよな。それか最後に釣りましたみたいな感じでね、行きたいんだけど。はい、かかった。待て待て、鈍足だよメグちゃん。自慢の足が遅くなってるよ。え、どいや、早い、さすが。よいしょ。ただ、オブセッションしそうだから、一回ここで。あー、消えちゃうかな。効果時間が消えちゃうかな。よいしょ。さあ、どうだ。あ、いや、でも、フック近いけど、ダメか。ダメか。で、ガスも消えてんな。はいはいはい。いた、割るの早いよ、俺は。待って待って。あー、いた、割るの早いよ、俺は。待って待って、そっちか。ボトルがないぞ。ただ追いついちゃうぞ、おじさん、おじさん追いついちゃうぞ。あ、いや、いや、追いつけないぞ。いた、割るか。待って待って、そっちでももう板使っちゃったもんね。板使っちゃったもんね。リロードしようかな、一応。よし、早いな。トリックないんだけど。もうでも板も、いやー、だいぶ使ってるんだけどね、板も。うまいことやられてますわい。あ、上にいたかも。いや、上にいたか。うまいな。いやー、曲がれた。ちょっと待って。はい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 。いやー、そっちか。よし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 。トニック命中。いや、だいぶチェイスが長くなってまいりましたが、そろそろ仕留めたいところだが。オッケー、ここ止めたのでかいよ。いや、うまいな。やってる。よーしゃ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 。あー、これででも決死の一撃ももう使ってるし、これでメグちゃんも一回釣った状態、つまり次ダウン取っちゃえば全員あれだね、まあ、あの一撃でメメントモリできる状態。ただもう発電機残り1個か。結構いい試合になってきたな。破滅がな、残ってたのは幸いだわ。不幸中の幸い。今回壊されてなくてよかったわ。ちょっと一回そっち見に行こうかな。作ってる？作ってなさそうだね。あー、支えてんね、こっち側だ。でそこの発電機ちょっといじってた人さっきいたから、あー、いじってますね。あ、でももうほぼゼロに近い。ここで止まる。で、一回メグちゃんの方に戻った
たらそろそろ助けに来ててもおかしくないんじゃないか。来てないか、来てないか。ちょっとどう来るか迷ってる感じか。発電機作っちゃう方を優先するか。破滅がここで壊される。なるほど、その辺いるのか。あ、エンティティ召喚までいけたね。これでかい。あー、ただ助けられた。よっ、当たるといいなあ。メグちゃんそっちか。メグちゃん行くか。ちょっとメグちゃんチェイスうまいからな。きつそうだけど、でもメグちゃんを早い段階でもし倒せれば効いてくるぞ。いやー、トニック当たらん。トニックが当たらん芸人逃がさんぞ。しゃ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 、もうだいぶ試合も終盤。いや、板も使い切ってるに等しいんだけど。うえいやー、ヒリヒリするね。いやー、お前は殺害よ。うん、いや、ちょっとファインプレーすぎたから、メグちゃん。いい仕事しすぎだから、ちょっと指切っちゃう。で、ちょっとペロペロっとしたい、ペロっとしたい。オッケー、集めとくよー言って、で、そっちは作ってるね。作ってんのか。あ、で、落としてる、いるぞ。トニックリロードしたい感もあるけど、メガネが降りた。上行く。当たんないか。そこ。いやー、外した。ちょっと先の方。そっちには行かせない。逃げ道があんまないやろ。メガネ。どう行く？帰ってくるか？おっと、まだ上作ってる。なるほど、もう一人近いな。じゃあ、いた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 、漏れる漏れる。お前ら二人ともあと一撃食らったらおしまいなんだぜ。漏れるちゃん遊びましょう。ちょっと遠投。ああここ、よし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 。で、殺害しちゃおうかな。あとはメガネの方に帰ってきゃいいって感じですよね。いや、ウルトラメメント森が効いてくるぜ。スイカが割る側だぜ。うん、スイカ割りだ。さあ、メガネを探していこうじゃないか。この辺に下に落ちてたりしそうだけど。ここに死体だった。どっか隅っこでも行ったか。あ、いた。あ、いた、メガネ、いたね。最後の一人ね、結構見失いがちなんだけど、俺、見つかりました。またあなたの指もコレクションに加えさせてね。ありがとね。ペロッとして。ということで、今回は緑色の、クラウンで、スイカ割りの方をやってきました。またね、デッドバイデイライトもやりたいと思いますので、よかったらまた見に来てください。ご視聴ありがとうございました。